通行止めだもんな。うわー、雨降ってきたー。さすが。いや、やばい。山の天気変わりやすいな。オッケー、今、地図で調べてみましたけど、白鳥方面の方かの、出口、白鳥か、白鳥方面の出口の方から、そのまま普通に左折して、やはり、出るみたいなので、そのルートで行こうと思います。さすがにここの逆走は、あからさまに早いんですけど、あからさまにちょっとトンネルの間すぎて、全然見えなさそうなんで、さすがに怖いね。結構いいスピードで来る車もおるし。めっちゃ行く車もおるみたいやけど、ちょっとうちは、こっちから行かせてもらいます。うわ、急に降ってきた。すっごい。ふぅ。洗車台浮いたけどね。まあ、これだけ水の綺麗なところのあれなんで、あ、こっからね、白鳥方面の方から山を迂回するんですけど、ここから左折も可能みたいです。ちょっとお前ですけどね。ここも一方通行みたいですね。なんか、白鳥方面隠れるときも、トンネルを出て、曲がるというルートになるみたいですね。ふぅ。あ、本当だ。全然、右折余裕だわ、こっちの方が。しかもちょうど片側交互通行やってるから絶対車来ないタイミングだし。ああ。まあ、お前といってもこんだけの距離ですからね。全然。OK です。で、あともうなんか、十数分で着くみたいなんで、一気に向かっていきましょう。で、ここに本来行ったら出てるみたいですね。なんだろうね、土砂崩れでもあったのかな、間のところで。あ、ここはさっきも走ったところですからね。もう急に冷えてきた。さっきまでちょっとヒートアップ大丈夫かなって感じでしたけど。すごいですね。福井に入った途端。まあまあ、雨が降ってると思いますよ。雨もでも、やっぱ自然の雨なんでいいですね。洗車代が浮いたと思えば安いもんです。ああ、ちょうどそう、虫がね、ピタピタついとったら、ちょうど今、ざっと降った時に、結構、ちょいちょい落ちましたね。さあ、猿は大丈夫か？雨にはまあ、うぬらいてることだろうけど。どこ行ったんだろうね、さっきのサルさん。いやー、よかった。サルさん、可愛かったですね。それぐらいの距離から見ると、一番可愛いですよね、おサルさんは。ちょっと野生、ガチ野生なんでね、さすがにちょっと近づくとね、危ないですけど。おー、結構降ってきたね。いいですね。お猿さんの映像とかが撮れると、滑るぞ。猿滑り。そのままですね。いいですね。何せ今回、ぼっちり喋ってるだけの映像が延々と続いてますからね。これは JR 西日本ターミナル駅完全制覇のためと言ってんだから怖いよね。この時間だともうあれか。そっちにしろ列車はもうないのか。天気ですね。ワシスノージェット。ワシヶ岳スキー場みたいですね。
この辺りにその、わしダムマとか、結構下流、上流からね、途中の下流のところには、ここがわしダム、なんとね。で、断続的にその、ね、水上活動ができるような構造らしいですね。まあ、水位がね、ありますから、水位のあるごとにダムを作ってしまえば、何も物理的に発電できちゃいますからね。そうそう、展示室も書いてありましたけど、CO2 をね、その要は、何か物を燃やすわけではなく、単純に物理エネルギーなんで、一番、その CO2 全く排出しませんからね。これは、いいですよね。さあ、あと1キロって出ました。よし。ちょっと天気悪いですけど。これね、もうちょっと過ぎたのかな、結構いろいろと出てきたね。直売所漁業川魚かな、鮎とかあるのかな。あ、そう、ちなみに1日2日は、明日までは大丈夫ですけど、2日目予定が入ってるのは、あれです。鮎を食いに行こうって話になってるっていう、ところですね。まあ、もう言うとるみたいですけどね。そう、あれね、糸城って呼ばれてるんですね。石に鉄の城で、石鉄城で、糸城らしいです。あれも読めんよね。で、あ、パークホテル、クズ重とかあるんだ。宿泊施設とかもあるみたいですけどね。落石があるみたいですね。気をつけましょう。あ、こんな天気ですね。地盤は緩みやすくなってましたね。ここかな？ここか。あ、その先から入ったら方がいいかな。ここだ、道の駅くず流。そしてここが道の駅ってなってるけど駅らしいです。よいしょー。おー、すごい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 。おー、また止めるかもしれない。まあ、いくらでもあるな。地域交流センターで。じゃあ、ツーリングの人がおるけど。これは、ジョニーを意識してるね。川崎といえば。川崎グリーンですからね。よっしゃ。さあ、着いたけど雨だね。ちょっと、天気予報だけ見て、ちょっと中の様子も見ていきましょうかね。そう、なんか、別に晴れてきそうではないよな、この感じ。今の、毎天気、現在地。あ、でも、そんなに長いことは降らないのか。